どうもカタラクトです。僕4月の半ばからダイエットしてたんですよ。でスタートが79キロちょっとで今が 74.4 キロなんですよね。まあざっくり5キロ、マイナス5キロ痩せたわけです。で今回のダイエットではとにかく簡単に痩せるというコンセプトでやったので、めちゃくちゃダラダラやったんですけど、なんでそんな簡単に痩せることができたのかっていう点を紹介していきたいと思います。まあ今体型なんですけど、写真はこんな感じ。まあ一応リアルでも見せておくとこんな感じですね。で顔が結構痩せたかなと思うんですよね。スタートの時、当時は全然思ってなかったんですけど、意外と顔丸かったんで、結構顔が細くなったなっていうのはありますね。これ上半身裸ってあんま良くないかな。YouTube に卑猥なものと判断されちゃうかもしれないんで、ちょっと大事な部分モザイク入れます。で、僕個人の話はここら辺にして早速本題。まず一つ目意識したのはカロリーですね。まあこれ僕いろんな動画でくどいほど言ってるんで、またかよって思う人もいると思うんですけど、とにかくカロリーには気をつけました。で、今回のダイエットで僕は1日、2400キロカロリーを目標に取るようにしてました。まあ結構これ個人差大きいんですけどね。で、次に気をつけたのは、タンパク質取ることをとにかく気をつけました。カロリーさえ抑えば体重落ちるんですけど、体重だけ落ちても体ってうまく引き締まらないんで、それはめちゃくちゃ簡単に言うと、体重の中には筋肉と脂肪がいるから。で、その割合が大事なんですよね。例えばダイエット開始した時の筋肉と脂肪の割合はこんな感じだとするじゃないですか。極端な話 50-50 で、これがダイエットをしましたって言って2ヶ月ぐらい経ったとします。でカロリーだけ気をつけてもこんな感じに体重ってのは減るんですよ。ただ体重が落ちた時に筋肉がうまく維持できないから、脂肪と一緒に筋肉が落ちて体重は落ちたけど思ったより体引き締まらないよねってなっちゃうんですよね。でダイエットの目的って体をきれいにすることじゃないですか。で体をきれいにするためにはこの筋肉を維持することが必要になるんですよね。図で言うとこうしたいんです。体重を落としても筋肉はほぼ1、でもほとんど脂肪で落としたいです。こうすれば同じ体重が落ちたとしてもめちゃくちゃ体が引き締まって見えるんで、そのために必要なのがタンパク質を取るってことですね。まあ、筋肉の大切な栄養源なんで、だから僕はとにかくタンパク質を取ることを意識しました。で僕の1日のタンパク質量はだいたい 170g ぐらいでしたね。で具体的にどんなものを食べてタンパク質取ってたかって言ったら、まあ、卵、鶏むね肉、プロテイン、ヨーグルトとかとかとかですね。 あと納豆、あお魚も食べてんな。まあ大体こんなところへんからタンパク質取るようにしてましたね。で食事で意識してたのはカロリーとタンパク質、この2つです。でさっき言った通りこの2つっていうのはかなり個人差が大きいんで、それによってどれくらいカロリー取るべきかタンパク質取るべきかっていうのは結構バラバラなんですよ。自分がどれくらいカロリータンパク質取った方がいいのか知りたいという方は僕のメンバーシップに登録してみてください。僕が計算してその人に合った数値をお伝えしてるんで。で3つ目気にしたところは筋トレをするサボりつつまあさっき筋肉を維持するためにはタンパク質が必要ですよって言ったんですけど、タンパク質だけでは不十分なんですよ。基本的には運動しないと筋肉って維持できない、増やすこともできないんで、でそのためにやっぱ筋トレってやった方がいいんですよね。ただ筋トレはたまにサボっちゃっても OK です。よく筋トレを続けてる人って筋トレやめた瞬間パコーンって筋肉量が落ちちゃうって思ってる人が非常に多いんですよ。病気とかで1週間運動ができませんでした、ああこれまでの努力が水の泡だみたいな、そういう風に思っちゃう人がいるんですけど、それは間違いです。実際筋肉ってそんなに簡単に落ちないんですよね。このジムをここでやりました、2週間くらい経ってから明確にこう落ちていくみたいなイメージ感なんですよね。だからここら辺結構猶予があるんですよ。2週間くらいだったらぶっちゃけそんなに気にしなくていい。だから体調が合わない時とかなんか気分が乗らない時とかって普通にジム休んじゃっていいんですよね。で僕も今回ジム結構サボりました。というのも今回ダイエット挟んで引っ越ししたんですよ。なんか引っ越し先のジムがちょっと馴染まなくてガチ勢が多いんですよ。僕その雰囲気結構苦手なんですよね。だから行きたくないなーって足が遠のいちゃってあんまりジムに行ってないです。まあでもこんな感じの温度感でも筋肉ってそんな極端に落ちないし脂肪も落ちるんで、まあだからたまにはサボっちゃっていいんですよ。でたまにサボった方が続きやすいんで、行きたくないなーって時に無理に行くと本当に行かなくなっちゃいますからね。まあだからたまにだったらサボってもいいんじゃないですか。で次に意識したこと、ゲームをする。僕今回のダイエットですごいゲームやってたんですけど、遊戯王マスターデュエル。これ面白いんですよ。まあ、僕遊戯王世代なんで初代の。だから最近このアプリを発見して、これダイエット中にやってたんですけど、ゲームやると時間が解けるんですよね。気づいたら、あ晩ご飯食べなきゃ、みたいな。でも何かこれがいいかって、お腹が空いてるのをごまかせるんですよ。空腹感をグラフで表すと、食事をした時は落ち着いたとしても、その後すぐにこう空腹感ギュンって上がって、またなんか食事とかすると落ち着いて、またギュンって上がって、ダイエット中って繰り返していくんですけど、この時に、
暇だと食べちゃうんですよね。あーなんかお腹空いてきたな、あーなんか食べたいな、あーって食べちゃうんですよ。コンビニとか行っちゃったりとかして。なんか僕は基本的にこういう時間帯こそゲームをすることにしています。そうするとゲームに熱中してここ忘れるんですよ。ジョジョのキングクリムゾンみたいにここが吹っ飛ぶんですよね。そうすると体感的にはあちょっとお腹が空いたかもって言った時に時間が吹き飛んで、ちょっと気持ちが落ち着いてまた食事とってっていうのを繰り返して、お腹が空いて辛いダイエットだったっていう認識を持たずに済むんですよね。やっぱダイエット以外の趣味を持つこと、時間を潰せるものを持つっていうのはすごい大事なんですよ。で最後の習慣、土日は食事をサボる、まあ、今回のダイエットで一番違ったのが結構外食をしたんですよね。というのも僕今好きな人がいるんですけど、好きな人と大体土日どちらかは食事をするんですよ。一緒に食事をする時って僕 PFC とか一切気をつけないですし、好きなものを食べるんでお酒を飲むこともあります。そういう食事で精神的にリラックスというか息抜きをしてあげた方が平日頑張れるんですよね。ずっと頑張るのはきつい。ただ平日は頑張って土日はちょっと息抜きってやったらまた気持ちが上がってくるんで、ずっと頑張っちゃうとどんどんやる気が下がっていっちゃうんですよね。でなんか1ヶ月2ヶ月経ってやる気が下がった時にストレスが溜まってうわっドカ食いみたいなのがよくあることなんで、定期的にガス抜きタイムを設けるっていうのはいいことなのかなと思います。まあざっくりこんな感じですね。ほんとこれだけですよ、僕が今回意識したこと。この5つだけ。その習慣を守れば、こんなに簡単に痩せていいのかってぐらい、スルスルと痩せていくと思うので、ぜひダイエット中の人、これからダイエットを始めようとしている人は実践してみてください。では今日はこんな感じで、お疲れ様でした。